皆さんこんにちは。今日はですね、このコロナ禍における皆様のいろんな不安を払拭すべくいいアイテムを発明したんで紹介をさせてください。早速ですが、皆さんこう目の前に食事があるとき、ビールと餃子食べたい、そして相手もいるってとき、ちょっと飛沫感染、こんなに大きい声出したらなんかちょっと大丈夫かな、心から笑えないなっていう不安あるんじゃないでしょうか。これを解決すべくちょっと発明したのが、飛沫感染を防止するアイテム、会食マスクというものを今回発明したので、使い方を紹介させてください。使い方はとっても簡単です。例えばこのビール型のものを開く、開く、そして置く、こちらも一緒、開いて、開いて、そして置くと、これ2段重ねできるんですね。3段重ねもできちゃいますということで、これだけです。こうすることで相手からの飛沫を防止することができるんです。はい、それでは実際にどのような効果があるか検証してみます。一般的にこの机から40センチぐらいが人が座った時の高さらしいので、ここから実際に吹きつけてみましょう。はい、それでは今一定量しゃべったと見立てまして、カバーを外します。すると全然かかってないですね。今吹き付け終わりました。ご覧ください。ここまでまあずっとね、こう喋ってた程度で、ここにいろいろ飛沫がバーッとかかってるんですけども、こちらお皿とコップ真っ白ですね。全然飛沫がかかってないです。会食マスクなしのバージョン、まあ、通常皆さんが喋ってる時と同じ感じですね。どれぐらいの飛沫が飛ぶかというのをこの色水で実験してみましょう。いっちゃいます。こちらが今吹き付け終わったものなんですけれども、ご覧ください。こう、まあ、もちろんね、赤色がついているんですけど、この縁の中、そしてこのコップの中までですね、こんなに飛沫が飛んでいます。というわけで今、会食マスクありとなしのバージョンでの吹き付けの実験が終わりました。結果はご覧の通り、会食マスクあり、真っ白ですね。会食マスクなし、こんなに赤い飛沫が飛んでいます。で、まあ、お皿もですし、コップに関してもこうご覧の通り、お腹にもそうですね。はい、というところで、まあ、この会食マスクがあった場合のその効果というのを皆さん今日は体験いただけたかと思います。せっかくの皆さんとのね、楽しい人、大切な人との食事、心から楽しみたいですよね。ということで、ぜひ皆さんこの会食マスクを使って快適な食事を楽しんでいきましょう。